平井ゴンパチ頃から1679年12月5日は、江戸時代前期に実在した日本の武士である。講談、浄瑠璃、歌舞伎、映画等の世界では、白井ゴンパチとして知られる。ゴンパチ、小紫日奥塚明暦元年に生まれた、とされる。去年25からの推測である。父は、平井昌恵門。稲葉国鳥取藩士であったが、 数え18歳の1672年秋、父、昭江門の同僚である、本城女太夫を残殺して、江戸へ逃亡した。新吉原の三浦屋の遊女、小紫と実婚となる。やがて困窮し、辻斬りを犯し、130人もの人を殺し、金品を奪ったとされる。ゴン八は、目黒不動。1679年12月5日、品川。 鈴ヶ森形状で軽視した。去年25、小紫は軽視の方を受け、東照寺の母前で自害したとされる。同時に、日翼塚が作られたが、同時が廃寺となったため移転し目黒不動を、滝泉寺の門前に現存している。数尾祭国輝きが、白井ゴン八後に小紫小紫を描いた、西京初代、河原崎ゴ十郎の白井ゴ八と五代目。 一川海老蔵の万髄院長兵衛安政5年10月、市村座の小春園三組坂月賞より、万髄院長兵衛とのエピソードが多く語られるが、実在の長兵衛は1657年に殺害されており、時代にずれがある。浮世柄日よ稲妻における二人の鈴ヶ森での出会いで、長兵衛にお分けのお待ちなさい足と問われ、待てとお止めなされしは、 拙者がことでござるかなと答えるセリフが有名である。長兵との説話では、ゴンパチは、この後、長兵の触覚となったとされ、ゴンパチといえば、イソロを意味するほどに普及したエピソードである。白いゴンパチと、小紫を描いた歌舞伎狂言や浄瑠璃を、ゴンパチ小紫物と呼び、他にも、江戸名所緑、蘇我リザン、ヒ塚等がある。吹上げ塾には、 ゴンパチの辻斬りに由来した経験券八延命地蔵がある。1852年6月から7月、三代目歌川報告が東海道53時の内川崎駅、白井ゴンパチに描いたゴンパチは浮世柄ひよく稲妻のうちの鈴鹿森の場であるが、六号の私をバックに描かれている。歌舞伎で白井ゴンパチを演じた主な俳優の一覧である。生誕順。 実家のベマツのゴンパチ。ゴンパチと小紫日本映画データベース、キネマ巡放映画データベース等に見られる平井ゴンパチの登場する劇映画一覧である。末尾の俳優がゴンパチを演じた。他にも下記のものがある。楽曲で白井ゴンパチを取り上げたものとして以下のものがある。ありがとうございます。